宇宙船人間。はい、皆さんこんにちは。宇宙一大学バスケを愛する宇宙人カルロスです。前回からやってるんですけどね、シスパークの Twitter も8年記念日ということでですね、Twitter で最もバズったバスケ動画ランキング、通称カウントダウン CS パークをやっているんですけど、まあちょっとね、前回尺の関係で10位から6位の発表になってしまいました。すいません。今回はですね、5位から堂々の1位までいきます。大好評であると願いたい。おまけもございます。前回見てない方でも楽しめると思うので、最後までぜひ見てください。あげてこう、みんなで。8年間で一番バズった動画にゃんだ。それでは、いきますよ。カウントダウン。5位、出てこいや。まあ、見てもらえれば分かるのが、もう最初のね、このドリブルからすごいもう相手を嘲笑ってるかのような。そして切ってエンドワンからの試合中にバク転、バク宙、とんでもない野郎だこいつは。バスケでこんなの見たことねえわ。マジでなんていうんだ、ギュインギュインっていう言葉が似合う。まあ、前回のおまけでもね、とんでもない数字を残した選手ですね。まあ、多分ね、大学バスケで試合中にね、バク転とかバク宙したのヒカルくんだけなんじゃないかな。僕直接見てたんですけど、会場がもう揺れましたね。まずなんかインパクトを残すプレイヤーという点においては、彼はここ数年でも記憶にすごい残ってます。はい、ちなみにですね、彼の生い立ちにフォーカスした記事も、関東学年のね、サイトにあるので、皆さんぜひ読んでみてください。いや、しかしね、これびっくりですよ。2072リツイートでもまだ5位。ここからやで。カウントダウン。4位、バックコートから5人抜きですよ。斎藤匠くんです。えぐい。そしてランクイン2つ目の動画ですね。こちら本当に5人抜いてるから見てほしい。いや、なんかもうこんなもん誰も止めれんし、斎藤匠選手もね、秋山選手もそうですけど、この台はファンタジスタっぽい選手が多い気がする。そしてこのリバウンドからのエンドワンのスリー、どんなやつや。すげえよ、たくみくんは。滋賀レイクスターズでもね、もう大爆発しましたけど、来シーズンも B リーグでファンタスティックしてほしいですね。もう8816いいねもすごいんですけど、まあね、リツイート数のランキングなので、まあここではね、ランクインしてませんが、このようなアンクルブレイクとか大学バスケ盛り上げてくれた斎藤匠選手でした。ありがとうございます。てか、まあ人生でもうなんだろうね、1回はやってみたいね、こんなプレー。5人抜きのカルロスみたいな言われたい願望。カウントダウン。シャイン。はい、こちらですね、伊藤達選手です。これも大阪エビスタでねプレーする伊藤達也選手ですね。この時大学3年生ですね。すごいですよ、ディフェンスが。もうアシュラみたいなディフェンスしますもん。気に抜いたらね、スティールしてくるし、抜いたと思ってもね、脚力なんか追いついてくる。糸達がコートに立ってたら、ちょっとロケットランチャーとかをね、用意せんときつい気もする。振り返ると、そこには糸達がいる。まあ、伊藤選手はですね、最後のインカレは怪我で出場できなかったんですけど、まあ、今 B リーグの舞台で大暴れしてますからね。ディフェンスの映像って見ててめちゃくちゃ楽しいですよね。これどうですか、皆さんもディフェンスの映像見ててやっぱ楽しくないですか。やっぱこういう映像見てて胸熱ですね。カウントダウン。残すところあと2つでございます。こちらはね、スプリングトーナメント2017のワンシーンなんですけど、まあ、1回見てほしいです。これは最後までしっかり見てほしいです。これはもうなんか愛とユーモアとジャスティスに溢れてるというか、はい、ちょっと最後までご覧ください。いや、こういう監督さん好き。なんかこう大学バスケの監督さんってね、距離感が近かったりして良いですよね、すごく。なんかこう学校の先生ってわけでもなかったりするので、フランクな監督さんが多かったり選手とご飯行ったりもするのも多いらしいです。てかこれ普通になんだろう、藤田監督のノリがいいというか面白いですよね。この1回連携してシーみたいなやってて、藤田監督も乗るんかいみたいな。この時Bリーグの選手なんかもね、たくさん引用リツイートとかしてくれて、藤田監督ねめちゃくちゃ褒められてました。この時の日体は B リーグ行った選手はいなかったですけど、2部リーグでもめちゃくちゃ強くて、この時のスタートメンバーはね大体実業団でプレーしてるので、皆さんよかったらチェックしてみてください。この動画がミーということは最後はどうなるのじゃい。はい、恒例のごとくですね、もうこのめちゃめちゃ気になる第1位の前におまけコーナー行ってみたいと思います。惜しくもねランキングに入れなかったりとか、でも面白いとか大学バスケっぽいみたいな投稿をここでセレクトして紹介しますので、皆さんおまけもよろしくね。はい、こちらね現在アルバルク東京でプレーするオチャですね。はい、ディフェンスは関係ないよ。ディフェンスはいても全く関係ないんです。オチャの前でディフェンスの上からダンクしてるのね、すごいですよ。片手に会場の誰もがこういうプレーが大学のリーグ戦で見れるっていうのはめちゃくちゃいいですよね。毎週やってるリーグ戦で、オチャが発見というかブレイクしだしたのは1部に上がってからなんで、2年生からなんですけど、1年生の時からね2部リーグでこうちょっと危険なプレイヤーみたいな感じが出てましたね。ダンクもすごいんですけど、ジャンプシュートが高すぎたり、日本人らしからぬ縦ドライブをね決めたりみたいなすげえ選手です。まだ大学4年の代ですかね。こっからです。キャンバレオチャおまけ2。はい、こちらね2015年の投稿ですね。国士舘の秘密兵器板垣選手です。やっぱ控えの選手でこんなにね盛り上がることないですよ実際。てか控えといってもちょっとインパクト強すぎる控えですよ。はい、リツイート数うんぬんっていうよりやっぱり面白いかったのでこちらの投稿をセレクトしました。この選手八王子高校出身の板垣選手 AKA 空飛ぶ冷蔵庫ですね。なんかね正直ヤンキー感というか、試合中歩いてるだけでね何人か気絶するみたいな覇王色の覇気とか持ってそうな感じですけど、めちゃくちゃ優しいし、なんならちょっとデビルらしい。確か今先生やってるのかな。いい先生なれそう。もうすごい生産人気出そう。やっぱギャップがいいですよね。こういう感じで大学バスケにはね個性豊かな選手がたくさん溢れてるので、皆さんぜひ発見してみてください。おまけのラストじゃん。もうみんなの吉田先生です。吉田先生がですねジャケットを脱ぐと会場が沸きがちなのです。いやでもこれはあれですよ、やっぱ監督さんっていうのは大学バスケですから、ちょっと CS パックねいじってるみたいな感じもありますけど、シンプルにこういう熱い監督さんはもう大好きです。吉田先生はもう唯一無二の存在ですね。やっぱりSNS オンライン上でも人気がある監督さん、すごい熱いですもん。すごい熱い。筑波の選手よく聞きますけど、バスケットの知識もすごいらしくて、セットプレーとかの引き出しはもうとんでもないらしいですね。こういうパフォーマンスが選手のモチベーションになったり会場を沸かせてくれたりします。ですが吉田先生に、動画見ましたかとは聞けません。ということで第1位はですねこちらです。大学バスケ界に現れた現役ストリートボーラーコウスケ選手ですね。これコウスケ選手が大学4年の時のトーナメントですね。コウスケ伝説がここから始まったというか、なんかこの時はもうコウスケ選手はバチバチにねストリートボールやってたらしいんですけど、そういうプレーをコートでしっかり表現してくれて、3320リツイート5085いいね、リツイート数はもうダントツっすね。この時ちょっと最後はね点差離れちゃいましたけど、やっぱり岡本飛龍選手とのマッチアップとかすごい熱かったり、1部のチームに3部のチームがみたいな構図も面白い。やっぱそれだけねリツイート数でも分かるように衝撃的な感じでしたね。前にコウスケさんともねCS パーク TV やらせていただいてて話聞いたんですけど、この時もねストリートボールがっつりやってて、やっぱ拓殖大学との対戦は楽しみだったと言ってました。ちなみにコウスケさんとの対談動画もこの試合のフルゲームも乗っかってるのでぜひ見てください。という感じでね関東での CS パーク10位から1位、前半も後半も見てくれた方ありがとうございました。これが過去8年間の CS パークの全てです。こうやってね過去を振り返って皆さんと一緒に楽しめた、もうこれだけで彼女さんもかなりね感無量です。入れなかったら入りきらなかった面白い動画とか投稿もあるので、もし需要があれば紹介します。ちょっと見たいって方はねコメント欄で教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。そしてですね、大学バスケ再開に向けてCSパークさらに頑張っていこうと思います。 Twitter でもね、面白い投稿とかちょっと流行りに乗ったものなんかも出してますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ではパンズラのCSパーク、これにて終了。またお会いしましょう。3、2、1